はい、皆さんはこんばんにちは。そしてよろしいですね、朝田久美木です。というわけでね、ファークライ5やってきます。というわけでなんですが、ちょっとね、進行不能バグに陥ってしまいましたんで、記録はね最初からやって、今なんとフェイスを倒すところまでやってまいりました。もう勘弁してくれよどんなにやってもね、もう前のデータはね、ジェイコブまで行ったんですね。ジェイコブで進行不能バグに陥ってしまいました。で、あとなぜかグレイスのアイコンが出っ放しになるっていうバグ。一応グレイス仲間になってるんですよ、ほらグレイスがなぜか消えないというねなんでやねん、お前もう助けたろうに。というわけですね、まあ一応ガンスペシャリストはね、シャーキーとピーチーズ、うん、仲間にしましたよ。まあだからその15話でと同じですね。前回と同じですよね、動画で言うと。はい、というわけで、まあだからアデレードさんをね、今回助けに行きまーす前置き投げってよ。ね、まあその前にキラキラが発動してるんですね。14話で言ったと思うんですけど、このキラキラお見せできなかったキラキラですね。あなたに祝福を。ああ、メント。絶対ミントだよね。ミントのコール。ブルース。ミントブルースが発動するわけですね。てかさ、祝福のやつを口から出すってすごくないですか祝福の花食ってんのか、お前は。あなたは私たちの家に心の中へと招かれたのよ。道を信じれば求める答えが見つかるわ。なんだって、ウサギにこれ角生えてるよね。あ、だからそれはなんだろうな。わかんないね。行きますぜ。ちょい待ってくださいよ。待ってくださいよ、フェイス。私たちに抗うものでさえ救いを求める。あなたもそうよ。誰だって導きを求めている。強くあらねばならない。気を許してはならない。すぐよ、あなたもきっと理解する。外のものは見るだろう。我々がここに築いた新たなエーデン、愛よ、そして来る。我々から全てを奪うため、君は裁く、我々も裁く、我々の行いを。人は言う、行かれてると。けれど毎朝君も私と同じニュースを見て、君は恐怖を感じないのか。この世界を見てみろ。これがここに残すべき世界なのだ。コミュニティは引き裂かれ、築かれたのは新たな壁だ。なぜなら指導者たちに行動力がなく、横暴な者は正しく導けないからだ。私は求めたわけではない。選ばれたのだ。
私たちは破滅へと向かっているのに、それに対して誰も何もしない。私には分かる。君にもだ。イカれてなどいない。ではどうすべきなのか。傍観してただ死を待つしかないのか。自分を完璧だというつもりはない。未来を知り行動を起こしただけだ。導くために世界は壊れつつある。生きる道は一つ、かつていた場所への回帰だ。汚れなく無垢な安全で守られた神の庭へ。必要なのは、あらまあ、無理やり書かされちゃったわ。てか、こんなのを子に残せないと言いつつよ。あんたがやってることはどうなんだい。というわけで矛盾していますね。ジョセフ。バーグさんも完璧的に終わってるな、あれ。大丈夫、あれ。戻ってこれんのかね。おい、ルーキー、目を開けろ。早くアドレナリンを。おい、サム、お前、抵抗するな。おい、とにかく落ち着け。動かないでよ。じっとしてて、いい？全くヒヤヒヤさせやがって。保安官、何人かは戻れなかったようだ。バークは誰の？グレイディだ。多分グレイディはどこだ？全く。お前はとにかくゆっくり休め。朝にまた来る。ずいぶん早く抜けたね。まだクソ混乱してるだろうけど。はい、というわけで皆さんのおかげで、ちょっと待って、次ハイジャンみたいになってる。オッケー。親を亡くした鹿について、ここの住人は動物に対して情熱を持ってる。それは確かだが。はいはい、ちなみにね、味方も二人ね呼べるようになったんで、それでやってますよ。で、ここにブーマーがいて、シャーキーがいるんです。ほら、左がシャーキーの右がブーマーで指示を出せると。なあ、あいつはまだ大統領なんか？ドライバー最高だ。あいつだよ。誰でしょう。オバマさんじゃないですよ。これまだオバマさんがさ、大統領な時の話みたいですね。ガイマーベル。行ってみましょうか。いやー、ヘリのトラックですね。撃てるヘリですからね、これ。なんだ？ああ。あれは、なんだい？あ、爆破？最高だ。最高だぞ。待て。待つんだぜ。
もな。ああ。ここ。ガイマーベルさんだ。どうしたな。戦闘中になってる。あれ、こいつも映画を知らない素人ばかりだ。君は誰だ。セット内は立ち入り禁止だ。待て、新人か。私の映画に出たいのか。当然だ。君こそガイマーベルが待ち望んでいた解決策だ。王道の展開だ。誰もいない小さな町で君は世界的に有名な映画監督であるガイマーベルに出会う。私の映画、私の傑作は制作に4年も費やしてきたんだ。映画のビジョンも持たないようなド素人に邪魔されてたまるか。私がまともにブラッドドラゴン3を取ったらいくつの賞をもらえるか知ってるか。はあ、全部だ。この国はどこもかしこも160デシベルの騒音だらけだ。このシーンにはクソほどの静寂が絶対に必要なんだ。君よ、英雄になれ。助監督が君の代わりをする。私は自分の才能について少し考える。おい、あんたがセキュリティ責任者か。いいか、俺は助監督じゃない。音響のディーンだ。助監督は生きてる牛に実弾を撃ち込むのを拒否してガイにクビにされちまったよ。今度は無声映画みたいなシーンを音だけで撮るとかバカと紙一重なことを言い出しやがった。結果はどうなるか明らかだがな。大自然の中で騒音に手を焼いてる。なんとかしてくれ。ここはうるさすぎるんだ。騒音を消してくれ。綺麗さっぱりな。あの音が聞こえるか。これじゃ撮影はできない。音を消してくれ。どんな手段を使っても。で、3回も言ったんだこれしょ。音を消してくれ3回も言わなくていいだろう。分かった分かった。もうでこのブラッドドラゴン3っていうのはなんかそのファークライシリーズではなんかおなじみっぽいっすね。マジでみたいな。よくわかんないけど。うるせってよ。ビーン、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 ビーン。オッケーなんですかね、これで。あー、ごめん、ブーマー。あれ、ブーマー消えたんちゃね。ひどいな、もう。何するんですか、あなたたちは。あ、ヘルに勝てると思ってるんですか、この自動再生する。ヘルに。まだ来るのか。無敵だな。この曲も戻ってこい。また別の騒音だ。北で問題発生だ。銃声のようだ。すぐに向かってくれ。マジで？すぐに向かうよ。すぐに向かったよ。あら、あら。残念だったな、もう。ほら、ほら、あ、まだいて。いえ。おい、あ、弾切れちゃった。かい。うわぁ。ドン。そこだ。いえ。倒した？まだいるな、これ。さあ、子供が。アリードも。そこにいても無駄だ。無駄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 。OK かい。ブーマ一般人に倒したぞ。まだ追ってない。まあ敵と判断されたんだろう。撃っちゃうよね。つい撃っちゃうんだ。イエーイ。なんだお前ら、何が恨みがあるんだい。あ、まだ向こうにいんだ。あれ、あ、お前何なんだ。すっ飛んでったな。よっ。
なるほど。なるほど。うわぁ、いっぱい出てきちゃったよ。ああ、なんだ。どっから出てきたんだ。弓でやろうとしてるよ、この人たち。ダメダメだな。次だっての。あー、ブーマー、ガイが可愛がってくれるぞ。待ってろブーマー、お花畑になっちゃってワンワンだよ。いしょ、でいやっつって、うーどかー、よし、はよ、はよぐ、はよぐ、間違えちゃった。一旦離れる。よく殴っちゃったよ。さあ落ち着かねえ、逃げちゃうもん。ねえ、あそこは収まったかしら、どうかしら。殴っちゃったんだ、つい殴っちゃったんだ、ごめんな監督。あ、ひしゃがりがいっちゃって。君には持って生まれた才能がある。フランス的な何かがな、差別じゃない。君が見せた獰猛さは激しくて恐ろしかった。クソを少し漏らしちまったが気に入った。ついにこの映画に魔法をかける時が来たぞ。ブラッドドラゴン3は最高傑作になる。真面目な話、ファークライみたいなクソの制作には戻れない。世界設計やプレイヤーモチベーション、信憑性に関するご意見を聞くくらいなら弾を潰した方がマシだ。神に誓って俺は死を選ぶ。それと今の話は冗談じゃないぞ。セットは閉鎖だ。ファオクロイみたいなクソとか言うたら自虐かい。ああね。でこれしばらくほっとくと、もう一回ね、のガイマーベルさんのお話が聞けるんです。なんだ、どこだ、どこにいる、どこにおるんや、上でやんの。何か用ですか。バグワンしちゃうよ、お前そこにいると。やばいね。恐ろしいね。またいるよ、ここに。大丈夫なのこれ。おっと、いかん。スナイパーがいる。ちょっと待て、 RPG じゃない、 RPG だったら面白い。なんだお前。VIB をぶっ飛ばしたぜ。 V ブーン。つうわけでちょっとあのゲットウェイをやってみましょう。あれならすぐ終わりますよ確かね。ここですね。
はい、はい、ここよいしょ音楽ずっと流れてる何なんでしょうね、これ。これはあ、ここだな。で、あ、Get away。 こうやってこう鍵が合ってるんで、ここじゃないんですよね。ここではなく、ここですね。で、ここ開けます。で、表に行きます。表に行って、シャッターがどこかな、この車が出てくるんだけど、この車じゃないんですよ。この車ね、ボロボロなんですね。んで、この奥に入ってって、ここに入り、いてえな、クズリくんだろう。なぜかいるんだよ、クズリ。クズリくん、クズリくん。クズリくんって言っちゃうよね。なんでだろうね。バンナバンナ。で、このトイレになぜか鍵があるんですね。意味がわからない。ちょっとずっと音楽鳴ってんだ、マジで。大丈夫か、これ。まあ、進行不能ではないから別にバグってもいいんだけど。よくないんだけどね、本当はね。で、ここ開けます。はい。そしたらここに、たんまり金があるのです。いいですね。で、パークポイントも入るしね。で、この車がね、ガレージで呼べるようになると。この車。おっと、フェイスがいるぜ。よ、フェイス。フェイス美人さんなんだよね。せ、ちっちゃいな、美人さん。美人さん、フェイス。せ、ちっちゃいんだよね、フェイスね。で、いや、あら、もう、ストリートファイターのボーナス。ステージ並みにボコボコ。にしてもいいんですが、これ、偽物だから。こっちが本物ですね。綺麗ですね、これ。というわけですよ。以上です。そんだけです。もうシャーキー呼べるんじゃないの、これ。ね。シャーキー呼んじゃいます。シャーキーまだだもんね。あんまりお前殺してないだろ。で、もう一回。行ってみましょうか。監督のところに。あれ、まだか。あ、いたいた。ガイマーベルさんから無線が入ったら、さあ急げ。上から目線だな。そんなんだから、お前、いなくなるんですよ、スタッフが。で、ここは閉鎖だとか言いつつ、ここ空いてる。ここが空いているので、ここ行く。と、この人に。映画を知らない B 級の負け犬はもうたくさんだ。オメガ数字なんて誰でも切られるだろう。俺が証明してやる。スタッフは全員いなくなった。やめたんだ。知るか。やめた。コッポラも同じ目にあったが、伝説になった。映画の未来は我々にかかってる。来年の授賞式では私たちを疑ったクソ野郎ども後悔させてやるんだ。想像してみろ。低予算映画史上最高の戦闘シーンだ。悲鳴を上げるゾンビ、飛び散る血、爆発、そして人情。設定はこうだ。奴らに目の見えないラブラドゥードルの子犬を殺されて、君は怒りに我を忘れる。バットで殴り飛ばし、ヘッドショット、上空からの攻撃、爆弾、炎、そして劇的なラストシーン。あー、問題が一つ。ライトに予算を使いすぎてエキストラを雇う余裕がない。だが大丈夫だ、地元のタレントたちを使えばいい。ダサくて頭の悪いポケットした奴らがそこら中にいる。
外から何人か連れてきてくれ。そうしたらカメラを回そう。演出はガイ・マーベルに任せろ。ゲリラ撮影だ。早速始めよう。分かったよブラッドドラゴン。まあ今言ったこと全部やんなきゃいけないんですよね。なのでヘッドショットで火炎瓶と上空からの攻撃っていうのはこのジャンプ、まあ、なんて言ったらいいんだろうなまあなんかそのジャンプしてこの段差からこのピュッてやるとなる。たまにあれですね。はい、こっちおいで地元のタレントっていうのはこの天使のことを言ってます。ああ一人来たなというわけで、あぞろぞろ来ると思うんだけど来てるね。ちょいちょい後ろ見てくんないと。マジでうっ、だよ、あ、ダメだな。はい、ちょっと難しいな。ちょっと待って、出られん出られなくなった。だーん出られなくなってしまいましたね。ああ難しいねこれ。はい、はいで。よし、これ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 がね。近接武器で攻撃、近接武器、あ、これか。難しいねこれ近接武器で倒すって難しいねこれ。火で攻撃、はいで、あれ火で倒すよ。ああやべ、爆弾でドーン。ああ、え、ああすいません待ってね。今だ。よし。痛いです。でで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 。別に何もボタン押さなくてよかったらしいですね。死んでないやついるけど。はいはい。君は生来のスターだ。すべてワンテイクで撮ったぞ。見たかフィンチャー、天才だな。褒美に飲みに行ってもケーキを決めても鼻からチョコを吸ってもいい。若者の流行りはよく知らん。君には今日大切なことを教わった。誰を傷つけようと、どれほどの犠牲を払おうと、ビジョンは妥協するなってことだ。ありがとう、一生忘れない。もう行ってくれ、私は傑作を編集する。こんなもんただのスナックムービーだろ。ちょっと待て。はい、というわけですね。照明に金かけすぎだろ。
マジで。何なんだよ。そういえばもうヘリがないね。海だけはファストトラベルするしかないのよ。というわけでまあ今回この辺にしときましょう。次はだからそのアデレードさんを仲間にしたいと思います。それではね、今回はこの辺で、またのご来店お待ちしております。あれ味方なのかい？敵ですね。まあいいや。はい。それではまたのご来店お待ちしておりますよ。バイバーイ。